こんにちは。こんにちは。こんにちは。昨日ですね、アダムさんのところ、ツリーハウス盆栽。ツリーハウス盆栽さんに行ってきまして、はい、アダムさんはね、盆栽美術館の方で一緒にお手入れをね、何度かやらせてもらったんで、ご一緒させてもらったんですけど、非常にね、広い庭園で、古民家があってね、本当に美術館みたいな工事がね、まだ途中なんですけど、なんていうか、クラウドファンディング。そうですね、クラファンをやってるらしいです。ね、やってるということなんで、はい、まあまあ行ってきたんですけど、はい、これをね、ゲットしてきました。これはね、北海道新白なんですね。で、北海道のこれ山木なんですよね。非常にあのお手頃価格で譲っていただいて、アダムさんがこの近くのね、大丈夫かな、行っても。いいんですか、万世さんでね。さんでね、お弟子さんで。そう、お弟子さんで、5年修行してる時に針金かけたやつで、うん、まあ思い出の新白だって言われてましたけど。そんな昔から持ってる気なんですか、ね、うん、ということですね。まあ失敗しちゃったんだとか言ってましたけど、どう失敗したのか。ちょっと、ここは太いんでね、今難点としては、まあ、正面は、ね、ここでいいと思うんですけど、はいはい、私がよく言うその肩を見せろが見えないんですよね、うん、ここだと ね、 ね、後ろ行っちゃうんで、だから少しこっち振るか、もしくはこうすると見えるんですけどね、あとここら辺は良くなってくるんですけど、足がまっすぐになっちゃうんでね、だからそこら辺どうするか、まあ、難しい木なんですけど、とりあえず今日はあのお掃除ということで、お掃除ですね、きれいにしていきたいというふうに思います、はい、こんな、ね、道具があってよくわかんない。だんだんこれすごく強くて 痛いんでね、だん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 、あ、出た。そう、危ない危ない、あの強いと怪我しますよ。後ろにはくれぐれもご注意ください。ご注意ください。痛いんで、これ痛いです、痛いです、はい、で、日掃除をねしていきたいと思います。これも緑色になっちゃってるんで、シャリゲは素晴らしいですもんね、これね。シャリゲはいいんですよね、もともとなのかな、天然の木ですよね、天然の、まあ、葉性がねちょっと良くないんで、じゃあいきますね、はい。やばい。できますか。食べますね。強いと本当は穴開いちゃうんでね。うん、これの緑色のやつも。うわ、これいくらぐらいするんですかね、この。これ6万ぐらいするす、ね。6万。ええ。なかなか個人では買えないですね。ねえ。ねえ、歯剥げますもんね。そうですね。一回ね、乾いて、本当はまた溶合剤とか塗るとね、いいんですけど、ぱっと見、綺麗になってますね。綺麗になりましたね、だいぶ綺麗になったな、だいぶ、ちょっと一箇所ね、ここだけ出ましたけど、まあこれぐらい強かったってことですよね。皮がむけた、皮がむけた。で、本当はこの際をね、もう少し綺麗にしたいんですよね、この際を。ただ、まあだいぶ洗浄されたと思うんで、乾いたら溶合剤塗りたいぐらいですね、うん、あの塗っても大丈夫です。この辺切り口があると染みてっちゃいますけど、はい、剪定ですね。この木、どこまでやるんですか。この木はとりあえず無駄な枝を剪定するところまで、はい、あの針金かけはしないですね。無駄な枝の剪定でお掃除ですね、はい、今日はお掃除の会ということで、この辺の下も全部うるさいんで、この辺をバチバチ切っちゃう。逆光でよく見えないんだけど、そうは綺麗ですね、映像綺麗。あ、そう、日が入ってきて、あ、ちょっとこの辺を、あ、全部取るよかな、全部取るよですね。間に生えた枝、あ、そうですね、もういらない間に生えたやつですね。今日はこれもそうですね、これもここの枝とこれとこの枝がある間にこれがありますよね、はい、これですね。とりあえず一旦はあの枝が減って樹勢を落とすかもしれないですけど、この辺のごちゃごちゃしてるやつですね、これ辺のですね、これ辺の枝がいっぱい出ちゃってる、わかんない、ね、ここ辺いっぱい出てるんじゃないですか。基本的にはこの枝とこの枝があるんで、それ以外はほとんどいらないかなって気がしますね。まあ、うん、もういっぱい箇所から出ちゃってますよね。
多分全部取るようになっちゃうと思います。枝は二股、二股で、そうですね、二股、二股、はい、で、股は綺麗にですよね、股は綺麗に、ちょっとこうなっちゃうわけですね、これもいらない、これもいらない、股は綺麗に、これもだな、これもじゃあどっちいるのかって、ここも一緒ですもんね、これもいらなくなっちゃう、とりあえず取っとくか、なんかいっぱい、こういうのもいらない、これお掃除結構楽しいんですけどね、これがあるからいらないな、整理整頓みたいな、整理整頓みたいな、そうですね、はい、こうすると枝ははっきりしますよね、すっきりとね、はい、これが整理できた、ここはここはこれがいらない、枯れてる、近いな、解きましょう、下向いてるからですね、それとここはあまりにも近いんでね、この辺もごちゃごちゃしてますけど、結局これが葉っぱが一番多いんで、それ以外はいらなくなっちゃう、これだけどこういうのもあれかもしれない、なんか参考になるかもしれないですね、こういう無駄毛処理っていうか、残す枝を先に2本選んじゃって、うん、そうですね、そうですね、この枝とこの枝いるよって言ったらそれ以外いらないねって話ですよね、で ましてこういう間から出ちゃってる、ここら辺ね、そうですね、まずいるのはこれですよね、これ取っとく、そしてここら辺のこの枝、この内側の枝、これもいらなくなってきますね。そうですね、内側の。ここに枝があるってことは、もう全部いらなくなっちゃいますね、これ、この辺の。これもいらない。そうすると、この間から、またですよね、これね。この枝と、この枝、間。そうすると、これもいらなくなっちゃう。この出が悪い、この下もいらなくなっちゃう。これ近いな。これも大事な枝ってのは、ごめんなさいね。この大事な枝はまず これですよね、ここからこれが芯が出てて、ここにこう枝出てるってことはその周りのやつはいらなくなるんで、これもいらなくなる、これはどうしようかってところですね、ちょっと頭がね、この辺上の方になってくると必要になってくる場合があるんで、ちょっと一回残しておきますね、必要な枝があるんで、とこの下出てるんですよね、これ、うんうん、はいはい、ね、これ下から出てますよね、これとここにいい枝があって、はいはい、この間に入ってるやつ、はい、この辺がいらないと、いらないですね、これもか、この作業を行う意味は、まず時期的に切れるのがこの時期が一番いいよっていうことと、12月12月以降ですよね、はい、来年の目出しまでに整理しといて、そうすると余計な、もともといらない枝から出てくる芽よりは、大事な残した枝から芽が増えてくれた方が充実しますので、この時期切れるよ、でも切っといた方が3月から芽が出てくるときに必要な枝に増えてくれますよというところですね、はい、やっぱこのまま残しておくとその部分が太くなっちゃう、うん、あ、まあそうですね、そういうことですね、があったり、そうですね、まあ太くなっちゃうっていう、それじゃないですかね、うん、不要なのはその名の通り不要なんで、早く取っといていいですね、方がいいと、ということですね、これが大事な挿し枝になってくるんで、はい、はい、それ以外の枝は切ってきます、いいでしょうか、はい、はい、切ります、これですね、これももう人工法ですね、要はこれが挿し枝なんで、これだけなんで、まあちょっと寂しいですけどね、挿し枝もね、まあこれはでもちょっと太いんで、あ、違う、挿し枝これだ、だからこれ全部いらないんだよ多分、まあとりあえず切りますね、はい、あ、そう挿し枝これなんで、うん、で、これも枯れてんな、ここも切っちゃいますね、ということは挿し枝これしかないってことですよね、で、これもだからいらない、はい、だいぶすっきりしましたね、ここは皮むいちゃいましょうか、はい、なんかポコッと取れそうだな、これどうやって差し入れたんですか、どうしようかな、今裏に配置されてる、うん、だからもうこの辺の角度で作るあとはもう何でしょう、これをこっち折らなきゃダメですよね、折らなきゃだけど結構危険ですよね、これね、その陣もちょっとね、うん、その枝の途中にあるのにそんな太いっていう、うん、まあ今日は作んないんで、そうですね、これをどう挿し枝にするかっていうのは、ね、交互期待と、交互期待ですね今日はまだ前編ですか、前編どうするかですね、難しいですね、この難しい木は、1の枝が裏枝ってあるんですか、いやー、まあ、
まあか。このね、セオリーから言うとダメですよね。もうちょっと洗いたいな、これ。もうちょっと洗おうかな。こいつに石膏用具材を塗るときはこの切り口から入っちゃうんで、はい、そこも塗るんですね。ええ、ここも保護します。カットパスタ、カットパスタですね。防護剤も塗れちゃうよと。塗れちゃうよと。ただ自己責任でお願いします。あ、そうですね、そうですね。境目に入らないようにってこと。そうですね、そこから吸い込まないようにですね、少し厚めにやって。よし、じゃあ用具材を入れましょう。出た出た。僕もついでに自分の木塗ろうかな。はあ、ね、せっかく出したんで。ここはね、ちょっと気をつけなきゃいけない。さっき言ったね、一応カットパスタして大丈夫だと思いますけど、風水と陣の隙間に入っちゃうと、うん、お材を幹が吸い取っちゃう。吸い取っちゃって枝先が枯れますね、大体ね。葉っぱのですね、はい、うん、葉っぱの枝先って一番大事な、あの成長点があるところだから、はい、成長点やられちゃうのがやばいんですよね、うん、難しい木ですね。難しい木ですね。だから面白いんですけどね、うんうん、そう、だからちょっとやってる途中ですけど、正面を本当はここなんですけど、はい、ちょっと振ってこの出を見せる、うんうん、でここまで行っちゃうとここはね、単調でまっすぐになっちゃうんで、ここからちょっと振ってここが見えるところで、これが挿絵だってことはこっち葉っぱいっぱいありますけど、こっちなわけですよね。そうですね、うん、そうすると本当はこの一番太いこの枝が芯になってくるって、この枝、これ枝にしたいんですけどね、それをだから左側に持ってくる、こっち、そうそう、こっち側に持ってくるわけですよね。そうすると陣と、そうそうそう、まあ、重なっちゃいますしね、うん、で今は多分これでそのまま頭で作るのが多分一番自然なんですけど、まあ後ろに今言った太い枝が残っちゃうからどうしようかってところですよね、うん、どう見てもね、 こっちは芯ですもんね。そうですね、まあ本当はこれが頭をこっちこう作っていって、これをこういうふうに下げていって、うん、いうところですね。で裏はなんとかなると思うんで、なかなか難しいですね。難しそうな、はい、またこれはおいおいやっていきたいと思います。北海道新白ですね、シリーズ土産庫。そうですね、土産庫、土産庫どう攻める。これもだからみんな今ね、新白って同じ葉生のものが多いんで、うん、たまにはこういう自然のね、本当に天然の、まあ、北海道の新白も紀州の新白もいろいろ持ってるといいんじゃないですかね。なんか違いが分かって荒々しさがありますよね。荒々しさがあってね、うん、だから継ぎ木が多いんですけど、糸魚川の葉をなんとか新白に継ぐんですけど、北海道のシャリはいいんですよね。だから北海道新白に糸魚川の葉を継ぐっていうのは結構ありますよね。衣替え、衣替え、うん、だからその骨を探すために北海道の方行く、うん、あの業者の方いますよね。まあ、でもそれも結局ブーム、まあそうですね、木村先生ですよね多分。まあ最初はそうかもしれないですね。それでなんかそれがやっぱいいってなって、そうですね、困ったみたいな。そうなるほど、そうですね。だけどまあ、うん、これはこれでいいっていう、うん、うん、そうですね、考え方ですよね。そうですよね、たまにはね、そういうまた違うものも、うん、あの英語和牛じゃなくて、英語和牛、ああ普通の赤身の、赤身のね、ね、うん、そうそういうのが食べたいみたいな。そうですね、お刺身もそうですよね、トロじゃなくてね。そうですね、うん、こう肉肉しいやつとか、うんうん、食べたい時あるじゃないですか。ありますよね、いい肉じゃなくてね、歯応えのある、歯応えのあるやつね、ビフテキみたいなやつですかね、うん、2は若鶏より親鶏を食べるみたいな。ああ、なるほど、そういうのもあるじゃないですか。さあ、こんなところで、はい、今回は珍しく下処理みたいな、下処理、今日はお掃除ってことですね。お掃除、はい、まあお掃除とした方がいいんじゃないですかね、こんな感じ で、うん、で今のところはさっき言ったみたいにこれがね頭に見えるんですけど、うん、本当にこれで作ってって、これを枝として作るのか、いやいやいや、これが頭だよという使い方するから、まあ、こっち行くとね余計遠くなっちゃうんですね。そうですね、うん、だからちょっと難しいんですけど、これはまたおいおいにありますと、えやってきてます。土産庫第2弾、うん、いつもの動画みたいな、作る前に、そうですね、まずはこういうことも、そうですね、一回やってきれいにしてから作業しますよ、はい、曲げたりしますよ、そうですね、はい、っていう紹介です。紹介ですね。
慌てずゆっくりやっていけばいいっていうことですよね、はい、で水の中ってやつなんていうんですかね、あれは洗浄機、高圧洗浄機みたいな、高圧洗浄機、あれがない人はまあブラシで、まあブラシ、そうですね、こすりながらやっていきましょうと、はい、ちょっと手つきがあれだったな、今手つきが怪しかったんですけどモザイク入れておきます、モザイク入れてますね、はい、ちょっとこれ詰めとくか、はい、話が終わりに舐め落としてるところです、すいません、締めようと思ったんですけど、はい、この感じで、はい、ということで今日はここまで、今日はここまでです、はい、エコー入れなくていいですか、あ、大丈夫ですか大丈夫です、はい、ありがとうございます、乾かしたらもうちょっと、そうです ね乾かしたら一回通り、乾かしたらもうちょっと取れる、すごい綺麗になってる、こんばんは。こんばんは。まあおまけ。おまけで盆栽世界さんの1月号ですね。12月2日発売。表紙に盆栽球が。持ってますね。持ってますね。今回は。今回は。前回忘れたという、ね。まさかのね。まさかの今回はですね、こんな感じで出てますね。はい。私も、ね、出てますよ。ここにね、うん。変な顔して笑ってますね。そうそう、普段動画に出ないんで、うん、あ、そうですね、あの横でちゃちゃ入れてる人って視聴者の方に言われちゃいましたけど、誰ですかねって本人目の前にしてね、うん、でちゃちゃ入れてる人誰ですかねって、はい、すいません、ちゃちゃ入れて、この人だって、結構ページ数もね出てますね、でこれが、YouTube を見る、QR コードですね、で心拍の方は1回目2回目のやつが1月号9月号と、ちゃんと出てます、はい、今回はちゃんと出てます、僕がね、最初の方のデータ、あ、まあね、抜けてたんで、そうですね、はい、あ、まあまあでもこれを見ればつながると、あ、つながるということですねそうですね、ということですね、ということです、はい、はい、絶賛発売中です、はい、本屋さんに行って買ってください、とりあえず今度はひどまさんの木をここに乗るようにやりましょうそうです、まだないですよね、こういう立派な木、これ一面はないですね、写真はね、ちょっと行きましょう、うん、まあこれはもうでもいいじゃないですか、これ、うん、ね、すごいですよね、文人の昼間流ここに出るように、ね、昼間流って出るように、昼間出るように、怒られそうな気がする、はい、まあ、というわけで絶賛発売中らしいです、はい、大家さんに駆け込んでください、駆け込んでください、1150円で、はい、1155円です、はい、はい、ぜひお買い求めください、よろしくお願いします、はい、不定期連載ということでお願いします、あ、これそうですねですね、はい、はい、毎月は乗らないと思います、はい、たまに出てくるってことですね、たまに出てきます、はいはい、出る、やる人はいろんな人がやるってことですよね、多分、多分ですね、はい、私はちょっと毎月は厳しいんで、そうです、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。